てくんじゃありませんよ。日が差してるのに雨が降る。こんな日にはきっと狐の嫁入りがあるのよ。狐はね、それを見られるのをとても嫌がるの。見たりすると怖いことになりますよ。Thank you.
お前は見たね。見てはいけないものを見た。そんな子はうちには入れられません。さっき狐が来て怒っていたよ。そしてこれを置いていった。謝れと言うんでしょう。さあ早く狐のところへ行って謝っておいで。それを返して両手をついて一生懸命謝るのよ。並大抵のことでは許してはくれない。本当に死ぬ気になって謝らなければダメよ。さあ早くお行き。キツネが許してくれない限りお前をこの家に入れるわけにはいかない。でもキツネの家はどこだかわからない。わかりますよ。こんな天気の日にはきっと虹が出る。キツネの家はその虹の下よ。